宇宙へはどうやって行くのでありますか？前にも説明したはずだが。あ、前？あ、そうか！でも、そんなことできるの？なんだよ、どうするんだよ！我々はもともと移民してきた。このテックベース自体、元は揚陸艦だった。そう、お前たちが立つこのテックベースこそが宇宙に出る箱舟となる。すっげえ、ベースが飛ぶのか。本当だったんだ。リズ、ご用でしょうか。ベースをクルーズモードへ、トランスフォーメーションを実行する。了解しました。プロセスのチェックを行います。お待たせしました。動力への電力供給不足によりモードへ移行できません。有事に備えての電力供給なら、あ、発電施設から行われるって。局長に先手を打たれたのでは。現在発電施設からの電力供給がストップしています。やはりこちらの行動は予測済みと考えた方が良さそうだな。なあ、どうする？施設を取り返す。リスクの方が高いな。罠に飛び込むようなものだ。そりゃ命がけだな。行こうぜ。一か八かだ、クリス。またそれか。だが他に考える余地もない。かけてみる価値はあるんだ。そう来なくちゃ。トラなんとかモーションだ。トランスフォーメーションね。
始めよう。行くぜ。驚いたな、こんなところに発電施設か。東大元暮らしとはこのことね。おお、秘密基地だ。敵の通信を傍受したわ。流すね。敵エドリン自動施設を放棄、起爆プログラムを実行。と、起爆って言ってるぞ。ノン、施設ごと爆破する気だ。起爆コード10。待つよね。これじゃキラキラちゃんが宇宙へ行けなくなるだろう。行こうか。決めてくぜ。驚いたな、こんなところに発電施設か。東大元暮らしとはこのことね。おお、秘密基地だ。敵の通信を傍受したわ。なるほど。敵エドリン指導施設を放棄、起爆プログラムを実行。と、起爆って言ってるぞ。ノン、施設ごと爆発する気だ。起爆コード10。熱よね。これじゃキラキラちゃんが宇宙へ行けなくなるだろう。
見。防衛システム作動。侵入者を攻撃せよ。あと問題は電力供給だわ。どうかしたか、ジュリー。ロックされてるの。パスワードがないと。クリス、状況を報告せよ。リーガン教官、被爆は回避しました。ですが電力供給がまだです。電力？原因は何か？あ、はい。供給システムがパスワードでロックされています。パスワードか。入力者の個人的思考にヒントがある。ラベル局長の思考ね。局長は以前
新世界探求という言葉を使っていた。ねえ、だったらジュリー、 SELKA って入れてみて。はい、 SELKA っと。やった！でもさ、何のおまじない？女の勘ってことにしといて。スターダストボムズの秘密。相性いいよね。ウィズ、状況は？電力供給を確認しました。クルーズモードへの移行が可能になります。やったな、行こうぜウィズ。了解、クルーズモードへの移行シーケンスに入ります。ウィズ、どうした？クルーズモードの移行完了までしばらくの時間が必要になります。決めてくぜ。あんまり見つめないでください。本当にベルか、別人みてえだな。さあブレイさん、行きましょう。噂の砂漠の教会はこの先ですよ。その教会の鐘を鳴らすだけで最強になれるのか？そうですよブレイさん、二人で最強を目指しましょう。実はこの鐘を一緒に鳴らすと二人は結ばれるという噂なの。でも相手に知られちゃいけないの。だからブレンさんには内緒の話。早く行こうぜ。はい、喜んで。やっぱ砂漠は暑いな。暑さの原因は砂漠じゃないかもよ。エイクリットだ、気をつけろ。心配してくれてる、嬉しい。キャー、ブレイさん怖いよ。度重なる障害が愛を育む。障害を乗り越え二人の愛は深まるの。なんか言ったか？なんでもないです。ふぅ、それにしてもはずい。
急ごうぜ。ブリンさん、強引すぎる。にしてもエイクリッド多いな。もっとエイクリッド出てきたい。お前楽しそうだな。ブリンさん、未開しすぎ。この屋上に教会があんのか？そうらしいです
ブレンさん、負けないで。お兄ちゃん、空気読んで。悪いな、マックス。最強、一番星は渡さねえ。ブレンさん、ガンバ。ガンガン行くぜ。お兄ちゃんなんかやっつけて。くそ、お前には譲らんぞ。いつもより気合入ってんな。まだ終わらんぞ。こうなったらグランシードだ。 VS バリバリ本気だな。でもそう来なくちゃな。負けないぜマックス。やめて、私のために争わないで。愛の力に負けた。お前も幸せになれよ。お兄ちゃん、黙って。何を照れてる。拡散でもいい。二人で金を鳴らしに来たんだろ。内緒なの。ブレンさんに知られたら台無し。金を鳴らしたのは俺だ。最強、一番星は俺のものだ。なんで一人で鳴らしてるの。聞きたくない。誰か止めて。これでいいんだろ、ベル。これで最強一番星になれるんだ。やべえ。